さんこんにちは。すくすく子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしていきます。子育て中の方々に子育てに関する情報や三田市のサービスなど分かりやすくお伝えしていきます。三田市では子育てするなら絶対三田をキーワードに、子育て世代を応援するさまざまな支援策の充実を進めています。この番組ではスタジオに市役所の担当者の方にお越しいただき、子育て・教育に関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は門垣俊子です。今日は前回に引き続き三田市健康増進課の溝端さんにお話を伺いしていきます。こんにちは、三田市健康増進課の溝端です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて今回は出産を終えた後、気になるお子さんの病気予防に欠かせないワクチン接種についてお話をいただきます。よろしくお願いいたします。はい、子どもが健康で元気いっぱいだと大人も元気をもらえますよね。そうですね。しかし子どもは病気にかかりやすく、かかると重くなったり後遺症が心配されるものもあります、はい、予防接種はそんな赤ちゃんや子どもがかかりやすい特定の病気を予防し、抵抗力を作ろうとするものです。予防接種には予防接種法によって対象の病気、対象者、接種期間が定められた定期予防接種と、それ以外の任意の予防接種があります、はい、予防接種には病気ごとにそれぞれ適した時期や接種間隔があるので、お子さんが生まれたら受けることのできる予防接種について早いうちから計画を立てることが大切です。なるほど。お子さんが誕生すればまず予防接種について計画を立てるということですね。生まれていつ頃から予防接種始まるんでしょうか。そうですね、無料で接種できるものとしては生後2ヶ月から接種を開始するヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンがあります、はい、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンですね。どのような病気を予防してくれるんでしょうか。どちらも子どもの髄膜炎などを予防するワクチンです、はい、接種を開始する月齢によって接種回数が異なるため、接種の回数が減る月齢まで待つ方もいますが、ヒブなどによる髄膜炎の過半数は生後4ヶ月から1歳の間に多いので、ぜひこの時期に接種していただきたいんだと思います、はい、接種できる月齢になればすぐに接種を開始する方がいいということですね。接種するにはどうすればいいんでしょうか。三田市では予防接種の予診票が接種券となります、はい、出生届を出された時にお渡ししている予防接種と乳幼児検診の手引きに予診票が入っています、はい、接種を受けられる時は事前に市内の予防接種協力医療機関に連絡をし、予約の上予診票兼接種券と母子健康手帳を持参してください、はい、三田市内の予防接種協力医療機関に予約をしてから予診票兼接種券と母子健康手帳を持っていけばいいんですね。はい、予防接種の種類によっては実施していない医療機関もありますのでご注意ください、はい、またワクチンを確保してもらうためにも事前に必ず連絡をお願いします。予診票が手元にない方や紛失された方は健康増進課までご連絡ください。予診票がない場合は健康増進課に連絡すればいいんですね。そして接種の期限などはあるんでしょうか。予防接種はそれぞれ接種に適した時期や回数、間隔があり、法律などにより対象者なども定められています、はい、定められた年齢を1日でも超えると対象者ではなくなり、接種には費用の負担がかかったり、万が一の健康被害の時の保障も異なってきます。体調などによっては希望の日時に接種できないこともありますので、余裕を持って接種計画を立ててください。はい、わかりました。計画的に余裕を持って接種スケジュール立てるということが大切なんですね。予防接種についての変更事項等は必ず広報誌、ホームページなどでご案内しますので、ご確認をよろしくお願いします、はい、また予防接種についてわからないことがあるときや、予防接種スケジュールを立てるのに困ったときは、お気軽に健康増進課へお問い合わせください。はい、わかりました。予防接種しっかり受けて病気からお子さん守っていただきたいですね。その他にも健康増進課では乳幼児検診も行われていると伺いましたが、は
はい、乳幼時期の子供さんの成長はとても目覚ましく、心も体も急速に変化しています、はい、乳幼児健診とはそのような時期の子供さんが健康に育っているか定期的に確認する機会です、はい、もし病気などがあればできるだけ早く見つけて治療先を紹介したりします、はい、具体的には身体計測や保健師による問診、はい、小児科医師、歯科医師による診察、歯科衛生士による歯科相談、栄養士による栄養相談、心理師、保健師による育児相談、保育士による遊びの広場など内容は盛りだくさんです。本当ですね。そんな盛りだくさんの検診ならぜひ受けようと皆さん思われるでしょうね。先ほど定期的に実施されているとおっしゃいましたが、実施されるのはいつですか？はい、三田市の乳幼児検診は4ヶ月、9ヶ月から10ヶ月、1歳6ヶ月、3歳2ヶ月に該当する月に受けていただいています、はい、全ての検診とも月2回行っており予約は不要です、はい、3歳2ヶ月で受けていただく3歳児検診は事前にご自宅で準備していただきたい検査もあり、はい、該当月の前にこちらから郵送にてご案内させていただきます。しかしその他の検診はご案内が送付されないので、広報誌やホームページで日程を確認してお越しいただきたいですね。また三田市健康増進課へお問い合わせしていただいても結構です。わかりました。3歳児検診以外は事前案内はございませんので、広報誌やホームページ健康増進課へのお問い合わせで検診の日程を必ずご確認ください。スタッフ一同検診を通してお子さんたちが成長されていく様子をご両親とともに見守っていきたいと思っておりますので、ぜひお越しください。はい、乳幼児検診の場所と時間教えていただけますか？はい、場所は三田市総合福祉保健センター2階になります。受付時間は全検診12時45分から14時までとなっております。お越しの際は母子健康手帳と事前にお渡ししている予防接種と乳幼児検診の手引きの中にある問診票をお持ちください。また4ヶ月児検診と9ヶ月児検診には感染予防のためにバスタオルもお持ちください。はい、わかりました。三田市総合福祉保健センターの2階でお昼12時45分から午後2時までですね。そして持ち物は母子健康手帳と問診票、そして1歳未満のお子さんはバスタオル。佐畑さん、他に皆さんにお伝えいただくことありますでしょうか？そうですね、健康増進課では今日ご案内させていただいた事業以外にも、はい、予約不要で母乳やミルクの授乳期から幼児食への移行を支える離乳食教室、身体計測や育児相談、栄養相談ができる乳幼児健康相談、事前予約はいりますが、育児の悩みをゆっくりと心理師、保健師に相談できる育児支援相談など実施しております、はい、子育てを応援するさまざまな教室や相談会が実施されているんですね。一人で悩まず、ぜひご利用いただきたいですね。そうですね、育児は千差万別で答えもない分、皆さん悩みやすいので、はい、気軽に相談していただきたいですね。そして私たちも気軽に相談していただける窓口であり続けられるよう努力し続けていきたいと思っております。育児で困ったら三田市健康増進課、電話 559-5701、 電話 559-5701 に相談ということですね。子育て中の皆さん、いかがでしたか？今日は予防接種、そして三田市総合福祉保健センターで実施されている三田市の母子保健事業について詳しくお話をいただきました。妊娠期の教室をはじめ、妊娠中から出産後まで様々な制度やサポートを利用して健康で元気な三田っ子を育てていただきたいですね。溝畑さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送は5月6日の月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページと5月15日号の広報誌のびゆく三田に掲載しますので、ぜひご覧ください。すくすく子育て情報局、この時間は子育て世代を応援するさまざまな支援策や子育てに関する情報、そして三田市のサービスなど分かりやすくお伝えしてきました。
さて、次回はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。どうぞお楽しみに。